関心臓関心臓明治13年4月12日は日本の教育者浄土真宗僧侶である。真宗大谷派やスキューテラの罰師として生まれる。法名はなおり三河国発軍一式村生まれ。明治5年明治政府の命を受けキリスト教の内情を探るべく、キリスト教徒の中に長期にわたり潜入。これは、派遣県清政運動と呼ばれた活動で、 キリスト教が日本によからぬ影響を与えるのではという、器具から信者たちの監視をしていたもの。彼は、長崎、横浜で、日本最初のキリスト者たちのグループの中にいた後、横浜壇上代のスパイという扱いになり、これが1872年まで続いた本人は、この初期の活動について自ら語ったり、書き残したものはない。その後、東本願寺の命により、 東本願寺の大谷公営商人の随行員としてイギリスに留学。その後、政府のキリスト教解禁のため帰国、東京女子師範学校の英語教師となる。欧州滞在中に見分したフレーベル教育を活かし、1876年、文部大輔田中藤丸、東京女子師範学校設理の中村正直による抜擢で日本初の幼稚園を創立し、 その初代漢字となる。主任保護は松野クララが務めた。彼は欧米の幼稚園創立に関する手引書の翻訳で幼稚園教育の日本への導入に大きな寄与を果たした。彼の実際の在職期間は3年でしかないが幼稚園の保育内容の実質的で実践的な手引書を作って大きな寄与を果たした。彼の墓地は谷中の新州親派修善寺にある。 去年36、幼稚園の生みの親のフレーベルの墓を模して、四角い墓石の上に円柱を置いた形になっている。フレーベルの墓は、彼の幼児教育論の球体原則にちなんで、四角い墓石の上に球体を据え置いたものである。ありがとうございます。